いつもご覧いただきありがとうございます。今日は丸太の棒ラーメンを一人前、少し改良を加えた市販されているウッドストーブで、ダイソーの500円の鍋を使って、550ml の水を沸かして作っていきます。水温は 12.9 度ですね。ただいまの気温は13度です。燃料として使うものは段ボールですね。これを大体150g 用意してみます。最初にこの段ボールを丸めてウッドストーブの中に入れて燃やして、で、足りなければちぎって追加していく、そういうやり方でいきたいと思います。この内径 110mm のウッドストーブの中に段ボールを丸めて詰め込んでいきます。段ボールも牛乳パックもこういう風に丸めてロール状にすることによって長い時間燃え続けることができます。つまり手間をかけずに長い時間燃やすことができるということですね。今までの経験でだいたい 75g ぐらいで1合炊飯できました。1合炊飯というのはだいたい500ml のお湯を沸かす熱量で可能です。そしてインスタントラーメンの場合は、1リットルのお湯を沸かす熱量でインスタントラーメンを作ることができます。およその目安ですね。で、この頃はエネルギー危機、エネルギー不足ということで、燃料もただ燃やせばいいということではなくて、例えばこういう資源ゴミになりますけども、こういうものも大事に無駄なく燃やしたいと思います。立ち付けですね。それでは着火します。こういうものがあると重宝しますね。ロール状に丸めることによって上に点火した火が下の方に燃え広がっていきます。今日はちょっと燃えが悪かったのでちょっと手間取りましたけども、今乗せたところです。段ボールの火が落ち着いてきました。このような燃焼をします。今日の燃焼で手間取った理由は段ボールを詰めすぎたことによる酸欠ですね。だいたいこの内径 110mm のウッドストーブですと 75g の段ボールを詰めるのがいっぱいいっぱい、そんな感じですね。今火はおとなしくついてるんですけども、これに追加していきます。10分ですね。
湧いてきた。この感じですね。ちょっと火が強いですね。今15分36秒です。今もう沸騰してますので、追加する紙の量はこんなぐらいですかね。これをプシュプシュって丸めて、それで追加してます。で、火力が強すぎたらは持ち上げるって感じですかね、鍋をね。こんな感じですね。麺を投入してからだいたい5分ぐらいで完成とします。だいたい5分ぐらいですね。で、これで完成とします。そして火の具合はこんな感じです。まだ熱は上がってきてますけど、もう火は落ちてます。今日の問題点としては、最初に段ボールを詰め込みすぎたことによって点火の具合が良くなかったですね。これが残ったやつですね。 20g。 インスタントラーメンを作るのにだいたい 130g の段ボールが必要ということになります。以上です。ご覧いただきありがとうございました。